出雲、片子栄冠伊豆、元加賀の航空母艦化改修工事が進んでいます。実は、1回目の改修工事が終わった伊豆、最寄り先に、加賀の外観が変わるということで、急展開を見せているようです。滑走路が短いのは、もちろんダメですが、艦首が台形だと、危険らしいのです。今回は、伊豆、元加賀の改修の様子を見ていくことにしましょう。2023年度の防衛費は、過去最大の6兆8219億円。この中には、海上自衛隊最大艦艇である、ヘリコプター搭載可能な出雲、片護衛艦1番艦伊豆、元2番艦加賀に、F-35B 戦闘機を艦載機とするための軽空母化改修費用52億円が含まれています。現在、この、2艦伊豆、元加賀の改修は、5年に一度実施される大規模定期検査を利用して、それぞれ2回に分けた改修工事が予定されています。実は、短距離着陸と垂直着陸が可能なアメリカ製のステルス戦闘機 F-35B を搭載するには着陸する際、1000度 C 以上で、下方へ噴出するエンジンの排気熱に対応する甲板の耐熱処理や艦首を、現在の体型から、近くに変更する等の改修工事が必要になるのです。まず、出雲です。海自の横須賀基地を母港とする出雲は、2019年末よりジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、F-35B が離着陸できるための最低限の改修工事を行い、2021年6月末に1回目の工事が終わりました。現在は通常任務を行っています。もともと、出雲、ガタには、設計当初から、F-35B の搭載を想定していたので、エレベーターなどの大掛かりな工事は、行われていません。そこで、具体的には、1回目の改修で、高温の排気熱に耐えられるよう、飛行甲板の特定の場所、つまり、F-35B が着艦すると、想定されているヘリコプター発着艦用の場所に特殊な塗装を施し、耐熱処理や電源設備を設置しました。飛行甲板には、艦首から艦尾まで黄色いセンターライン、標識線、トムラインが引かれました。この線は、艦載機が着陸する際にパイロットを導くためのもので、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦と同じものです。2021年10月5日にアメリカ海兵隊の F-35B を使用した伊豆、モノ発着艦試験が行われました。パイロットはトムラインに機体の中心を合わせて着陸しています。今まではヘリコプターによる回転翼機のみを運用していた海上自衛隊で、初めて固定翼機による発着艦試験を成功させたことは、歴史的とも言える出来事でした。飛行甲板のトムラインと並行して、交互に赤と白の政府パーキングラインが引かれていますが、このラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に環境構造物の設置、駐機スペース、エプロンという目印です。つまり、このトムラインに、機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物にぶつかったりしないということです。トムラインと交差するように、2本のラインが引かれており、F-35B が短距離発艦する際に、水力ノズルを下に向ける目安になっています。今回の改修工事では、外観上の変化はありませんが、F-35B を安全に運用するために、飛行甲板の先端部の変更が行われています。今は台形ですが、今後艦首部分を四角形に拡張して、滑走路を伸ばし、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されています。F-35B はストブル、短距離離陸、垂直離陸機ですが、
初感知は、滑走路は少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというわけです。次回2024年度末から始まる第2回目の改修で、F-35B の発着艦を可能にするため、艦首部分を四角形にする工事が予定されており、2026年度中に完了する見込みということです。一方、2番艦加賀は、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所で、1回目の軽空母化改修工事に入っており、出雲が1回目に行った飛行甲板強化のための耐熱塗装などが行われました。加賀は、元も先が細くなっていく台形の艦首なので、このままでは細くなっている先端部に乱気流が発生し、F-35B 戦闘機が短距離発艦時に危険なので、出雲に先駆けて、艦首形状を四角形にする拡幅工事が実施されています。1回目の改修工事は、2023年には終わる予定で、2回目の改修は、2026年と2027年に実施される予定ということです。加賀の改修内容を少し紹介します。2回目の改修に向け、発艦誘導装置を取得します。発艦誘導装置は、レイセオン社が開発し、F-35B などの航空機を悪天候下でも GPS 衛星信号と抜き性広報システムを利用して高精度で航空母艦や強襲揚陸艦への着艦を自動的に誘導するシステムです。この発艦誘導装置はアメリカ空軍の航空母艦や強襲揚陸艦、イギリスやイタリアの航空母艦にも配備されています。これは伊豆、元加賀の両艦にも搭載される予定です。F-35 ライトニング 2B は短距離離陸、垂直着陸の戦闘機ですが、システム的には垂直離陸も可能と言われていて、万能な戦闘機と定評があります。とはいえ、搭載できる燃料や兵装の量から考えれば、やはり離陸時の負担が少ない短距離離陸での運用が最適と考えられます。アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦は F-35B を運用するために艦首部分が四角形になっていますから、今回の出雲型の改修はアメリカ海軍と同じ形にすることで相互運用を想定したのではないでしょうか。また、イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスは F-35B を艦載機とする航空母艦なので、スキージャンプ式滑走路を備えることが F-35B を効率的に運用するためには不可欠となっています。しかし、出雲や加賀では F-35B 戦闘機を搭載してもヘリコプターの運用を重視しているので、対潜ヘリコプター空母として運用するため、船体前方下部には対潜戦闘用の大型ソナーを設置しています。ここに、スキージャンプ式発艦装置を設置すると、艦艇のバランスが悪くなることが心配されます。最悪の場合、艦艇上部の重量配分が重くなるトップヘビー状態になる可能性も出てきます。そうなると、台風や荒天時に波の影響を受け、艦が転覆してしまうという危険性も考えられるのです。日本政府は、F-35 ライトニング 2B を常時艦載機として運用はしないと明言しています。従来通り対潜ヘリコプターを搭載し運用する予定なので、伊豆、元加賀にはスキージャンプ式発艦装置は設置しないと思われます。伊豆、モノ飛行甲板の艦首部分を四角形にする改修工事が残っていますが、現在の計画では、F-35B ライトニング 2B を艦載機として運用するための認証を得ようとしていますので、運用そのものは問題ないと考えていいでしょう。出雲が2022年内に
アメリカ東海岸まで行って、F-35B の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働と想定されています。加賀は、2024年内に、F-35 ライトニング 2B 型の運用認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終え、伊豆、元同様、2027年頃から、航空母艦として、本格運用が可能になるのではないかと考えられます。2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35B を6機調達する予算が盛り込まれており、総数42機の導入を開示は予定しています。最初に F-35B が配備される拠点は、宮崎県の航空自衛隊の新田原基地とされています。その後、必要に応じて航空母艦化された伊豆も型に艦載され、2024年度からの配備が予定されています。新田原基地に配備される理由は、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であることと、広島の呉に加賀が配備されているので、連携を深めることが可能な位置ということが配備される理由になったとみられます。計画通り進めば、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした海上自衛隊の航空母艦の運用開始は、4年以上先になりそうです。その頃には、現行の大隅型輸送艦の代替艦建造も準備が進んでいると思われますから、その仕様や進捗状況も気になりますね。伊豆、元加賀の F-35B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦、海自発の強襲揚陸艦として、この2艦を代替運用する可能性も考えられます。そうなった場合、従来まで、日本国憲法の解釈によって、自衛隊は、自衛のための、最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは、禁止としていることで、航空母艦の保有を見合わせてきた、経緯があります。しかし、日本政府の見解は、攻撃的な航空母艦の保有は、禁じられているが、防衛用の航空母艦なら、憲法や自衛隊の理念には反さないというものです。言葉をもてあそんでいるようにも感じられますが、今後、慎重に議論を重ねていき、日本の安全保障が守られることを願います。日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発、GCAP、グローバルコンバットエアープログラム、グローバルコンバットエアープログラムがついに本格始動しました。機関部を担うのは日本が IHI 社、イギリスは高級車で有名なロールスロイス社です。今回は、日本 IHI とロールスロイス社の機関部開発について見ていきますね。日本国内での戦闘機エンジン開発がなかなかスピードアップしない理由にも迫っていきましょう。2022年12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と名付けて共同開発で行うと正式に発表しました。すでに前年2021年末には日本の IHI 社と
イギリスのロールス・ロイス社が、新たな戦闘機機関部の実証事業を行うこと。2022年2月には、新たな戦闘機用のレーダーセンサー類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していたのです。そのため、今回の GCAP の指導は、これまでの流れを各国政府が公式に認めて、満を持してプレス発表を迎えたという証明でもあったようです。イギリスと日本の間で、新たな戦闘機をめぐる各々の協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があります。このことは、それまでのアメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援が必須という考え方に区切りをつけるものになりました。1945年、昭和20年、8月の太平洋戦争の敗戦によって、日本はアメリカをはじめとする連合国の管理下に置かれました。多くの占領地政策の中で、軍備につながる産業分野が抑制されたため、航空機開発がその分野に組み込まれたことによって、開発技術も大きく後退することになったのです。そのせいで、今回の新しい戦闘機開発の目的である空自の現行の F2 戦闘機の代替機は言うまでもなく、大元の F2 戦闘機開発時に、純国産化を推す声もあったのですが、それを行える機関部の製造は、技術的には、当時の日本には困難でした。また、F2 戦闘機開発が進められた時期は、日本経済がアメリカに対して優位だった、いわゆる貿易摩擦が叫ばれていた時期でした。政治的に、そうした貿易上の不均衡を是正する必要があり、アメリカ製の戦闘機をベースにすることが求められたという経緯なのです。昭和60年代、1985年からアメリカ産牛肉、オレンジの輸入関税が引き下げられ、大量に国内に入ってきたため、国内農家が大反発した時期でもありました。日本政府は、アメリカへの輸出高1位の自動車産業を守るため、農業を犠牲にしたと言ってもいいでしょう。当時、自民党の一番の支持者が農業者だったはずなんですけどね。日本の F2 戦闘機開発に使われたのが F16 ファイティングファルコンです。F2 戦闘機開発では、各部にかなり大掛かりな変更を加えたので、別の機体と言えるほどに変化していて、日本に必須とされる対艦攻撃能力が強化されました。しかし、完成した F2 戦闘機を状況変化に合わせて、日本側の判断で自由に仕様変更を行うことはできませんでした。というのは、中心となる機体のコントロール部分の情報が日本に開示されることはなかったからです。客のリクエストを無視したわけですよ。こういった F2 戦闘機開発の反省を踏まえた上で、代替機開発計画に際しては、日本では自国主導を前提として掲げました。そして、三菱重工業者を主幹契約企業として、その配下に各国内企業を紐づける開発体系を進めていきました。アメリカのロッキード・マーチン社に技術支援先としての関与を希望していましたが、これまでのようにブラックボックスを抱える事態は回避しようという意志が強かったので、日本とアメリカがどの点で折り合うのかにも注目が集まっていたのです。しかし、結果として日本はイギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択しました。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等より、ずっと、フラットで、対等な関係での開発が進められるのではないかと、各方面から、期待が寄せられています。そして、今回の日本における GCAP の布陣は、全体の統括と機体本体を、三菱重工業社、機関部を、IHI 社、
レーダーセンサー類の電子機器等を三菱電機が担う体制になっています。イギリスの場合は、全体の統括と、機体本体を、BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、レーダーセンサー類の電子機器等を、レオナルド UK 社が担当することが公表されていて、テンペスト計画そのままということですね。もともと、GCAP が確定する以前は、F2 戦闘機代替機には、IHI 社が製造する国産の機関部を搭載することが有力視されていました。これは、IHI 社が防衛装備庁からの依頼で、それまでに通称シンシンと呼称されていた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや、それを土台として開発を進めた XF9 エンジンが、2018年に、すでに、試作機1機を納入したことが大きく影響しています。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではありますが、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度 C を記録し、世界標準クラスの数値を叩き出したのです。この XF9 エンジンの研究開発は、IHI 社では、2010年、平成22年から開始されたもので、新しい戦闘機への搭載を前提として進められ、当初の基本コンセプトは、スリムでありつつ、大出力を確保するというエンジンを標榜していました。その理由は、XF9 エンジンを搭載する戦闘機に、ステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目的だったからです。また、XF9 エンジンが目標とする大出力は、言うまでもなく搭載する戦闘機としての高機動性を確保するための必須条件です。近年は、戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃回避にも必要な要素です。このようなスリム化、大出力という目標に対して一定の数値的達成を見せていた XF9 エンジンではあるが、実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではないので、即実用化とはいかないようです。それでも、日本飛眼の国産戦闘機用エンジンとして、一定の成果を収めたことには間違いありません。XF9 エンジンには、新たな戦闘機への搭載に期待されていましたが、今後は、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中で、どのように変化していくのかが注目されるポイントになっています。イギリスのロールス・ロイス社は、テンペスト計画での機関部開発に難航していると伝えられていましたが、それでも、ユーロファイタータイフーン等で、多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有している企業です。個人的には、ロールス・ロイス社が持つ技術力は、少なくとも、IHI 社の XF9 エンジンよりも、これからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられるので、やはり、この会社が、開発の主導権を握ると思われます。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF9 エンジンですが、発電や冷却とな、どの機能では譲る部分もあるので、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に、最適な選択となることに期待したいものです。IHI 社について少し紹介しましょう。現在の社名となったのは2007年、平成19年からですが、それまでは石川島播磨重工業社として日本の重工業を支える一角となっていました。歴史は古く、創業は江戸末期に遡ります。航空機用のジェットエンジンの分野では、国内の6割以上のシェアを誇ります。現在、
航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機に搭載されるゼネラルエレクトリック社製の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機に搭載されるプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンも、IHI 社がライセンス生産したものを搭載しています。IHI 社が開発し、実用化、量産化されているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年、平成25年から運用を開始した B1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあります。これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして、民生品への応用も模索されているようです。ちなみに、海自のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、片や、最新鋭イージス護衛艦マヤ型等を建造した企業はジャパンマリンユナイテッド社ですが、この会社は IHI 社の造船部門から派生した企業ですから、この会社が持っている高い技術力がわかりますね。神型護衛艦6番艦アガノが浸水したという情報を入手しました。今回はアガノ浸水について見ていきますね。悪魔的な建造力は日本が世界から注目を集めています。少人数化された AI 護衛艦の凄さは世界に知られることに、世界に向け日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊が急ピッチで建造を進めているもが身型護衛艦。ネームシップで1番艦のもが身が2022年4月28日に就役して以来、2番艦熊野、3番艦のし、ろが2022年中に就役しました。続く4番艦三熊が2023年3月就役予定。5番艦矢作と6番艦阿賀野が浸水して偽装中です。このように、1年に2隻というハイペースで建造が進められ、現時点では22隻が配備される予定になっています。ちなみに、各艦の名前を見てお分かりのように、も、が身型護衛艦シリーズには、日本国内の河川の名前が付けられています。このもが身型護衛艦は、従来までの護衛艦とは、コンセプトが違うようで、FFM という、新しい艦種記号が与えられています。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、おおむね、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされていて、空母など戦闘艦を護衛する駆逐艦と同じ対戦、防空能力を備えてはいるのですが、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの艦隊護衛が主な任務ということです。そして、M は、多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、もが、身型護衛艦は、対戦、対空、対艦における、護衛艦にこれまでの求められてきた、艦隊護衛任務をはじめ、総海艇が担当してきた嫌い戦まで、文字通り、多目的な作戦に従事できる艦種なのです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国海軍における駆逐艦、デストロイヤーと同様の位置づけにしていました。その中で、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦を、汎用型護衛艦として、DD という艦種記号を付与していました。海上自衛隊の艦種記号はこの他にもあります。例えば、混合型のように
艦対空ミサイルを多数搭載し、艦隊防空を主な任務とするイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッド、ミサイルの G をつけて、DDG としています。出雲、片やヒューガ型のように、ヘリコプターを搭載して、対戦作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、汎用型護衛艦 DD に比べて小型で、どちらかといえば、近海での活動を主担当とする、アブクマ型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて、DE という監視記号がついているということです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦種の設定は、太平洋戦争終戦直後、アメリカから旧型フリゲート艦の供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用していたクス型護衛艦以来となります。この FFM もが、2型護衛艦の構想が明らかになったのは、2013年12月に発表された25大綱によります。その中には、日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海上自衛隊における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対して、そういった任務に対応する能力が護衛艦に要求されるようになったためです。沿岸防備部隊として、いわゆる護衛隊軍に所属しない護衛隊、艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊の増加に加えて、海地が常時保有し運用する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていました。しかし、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替えながら増強を図ることを目的として、多様な任務への対応能力の向上と、艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が必要であるとして FFM という新艦種のもが、2型が計画されたのです。防衛装備庁による当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力の向上と、船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点では、この FFM は3000トン型護衛艦と称されていましたが、多機能性が要求されたことで、それに必要な装備を搭載する関係があり、最終的には、当初計画から3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったのです。も、が、2型の艦隊の大きさを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルです。機関方式は、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機、MAN 車 12V2833D、STC ディーゼルエンジン2機が搭載されています。7万馬力を発揮し、二軸のスクリュープロペラによって、最大速力30ノットで航行するそうです。また、ステルス性に配慮して設計されている艦隊のデザインには特徴があります。レーダー反射断面積 RCS を低減するために、主船体、上部構造ともに、外国のステルス艦と同じように傾斜角がついているのです。そのため、全甲板から艦尾方向に続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置もかなり変更されていて、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、上部構造物が左右両舷までに張り出しているのです。このため、艦の上、甲板にこれまで設けられていた
外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍においてもが、味方に相当する艦艇を少し調べてみました。中国海軍では、054A 型と呼ばれている、航海2型、チャンカイ型フリゲートです。ロシア海軍ではアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラル・ゴルシコフ級のネームシップで、一番艦アドミラル・ゴルシコフには、マッハ9で飛翔するために、迎撃困難だとされている、極超音速兵器ツィルコンが搭載され、2023年1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、ロシアが、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構、NATO に対して、極超音速をいつでも発射可能であると見せつけ、脅威と感じさせることが目的だったと推測されています。そのアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS、垂直発射艦を32セル搭載していますが、目下2型は、その半分の16セルしか搭載していません。数が多けりゃ良いというものではありませんが、実は、VLS には予算がついていますが、搭載するミサイルの開発問題などのため、未搭載です。そうした兵装の差は、水上戦闘艦として建造されたアドミラル・ゴルシコフ級ともが、味方の運用目的の違いにあります。もっか、味方は、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去、および、不設の機雷戦能力までをも付与された、文字通りマルチな多用途艦であることを物語っているのです。もっか、味方護衛艦は、62口径5インチ砲、127mm 単装砲が、一門、国産の遠隔操作式無人重火、RWS が、2機と 12.7mm 機関銃が搭載される兵装となります。固艦対空兵器としては、近接防空ミサイル11連装が1機、対水上艦攻撃用として、対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が、2機搭載されているほかに、先述したように、マーク41垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。また、ヘリコプターの搭載機能も併せ持っているので、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そして、このもが味方護衛艦は、乗組員が約90人と考えられているので、従来の護衛艦と比べると、大幅な精進化を図った艦艇という特徴があります。役割的に全型と耳なされる DE アブクマ型護衛艦ですが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルですからもが、味方よりは、一回り小さいサイズになります。しかし、乗組員は約120名と想定されていて、それよりも大型で、かつ搭載兵器が増えているはずのもが、味方がおよそ3割も人員が減らしていることが、いかに精進化が進められているかがわかるでしょう。消費と化に伴い、もが味方ではクルー制の導入が予定されています。これはもが、味方護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるというシステムなのです。このシステムによって、定期検査や修理などに対応しながら、稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されると思われます。こうすることで、もが、味方では、すでに就役している艦と今後建造される艦の偽装がすべて同じ時期になるように計画されているのですが、これについても海上自衛隊では初めての試みになるそうです。
日本が誇る IHI 社製 XF9 ジェットエンジン。最強と定評がありますが、ここへ来て動きが出てきました。今回は F3 戦闘機開発で見えてきた日本の課題について見ていきます。2022年12月16日、新たな安全保障関連の3文書が閣議決定されたことで、日本の防衛をめぐる議論は、様々な立場から、様々な反応を引き起こしています。防衛予算の金額としては、2023年度から2027年度までの5年間の累計がおよそ43兆円ということが判明していますが、最終年には、NATO 加盟国のこれまでの目標と同じく、対 GDP 比で 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているようです。これに関しては、ロシア・ウクライナ戦争の長期化の様相を反映してか、NATO 加盟国自体も、おおむね引き上げる方向が確実となってきているので、今後は、対 GDP 比で 2% が基準値にはならないことも予期されます。金額面以外でも、日本では、今後の防衛予算の使途に関して、スタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出していて、従来よりも、飛躍的に、射程距離を伸ばした兵装の獲得を進めようとしているのが明らかです。その代表格しては、開発中の1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾などが挙げられます。ことに、前者は、まず、およそ 900km、次に、およそ 1500km と段階的に、長射程化を図っていこうとしています。こうした長距離打撃兵器の開発は、敵の防空ミサイルの射程距離外から発射することを、最大の目標にしています。つまり、極力、自軍が被害を受けることなく、敵の地上目標や、海上目標への攻撃を可能にするというロジックの下で実現されようとしているのです。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、昨今は反撃能力と政府からは呼ばれて、政治的な認知を得るべくメディアでも使われていますが、反対勢力からは自衛隊の趣旨になじまないとも指摘されています。この種の議論が、政治的に完全な決着を迎えることはないというのは確実ですが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する動きも新たな領域に入ったと言えましょう。日本とイギリスとイタリアの3カ国によって GACP、グローバルエアーコンバットプログラムが推進されることが2022年12月9日に各国政府から正式にアナウンスされたことで本格的に始動したのです。日本は現在航空自衛隊で運用中の戦闘機 F2 をイギリスとイタリアでは現在それぞれの空軍で運用中のユーロファイタータイフーンの代替となる戦闘機をこの取り組みで実用化することを目指すことになっています。現在航空自衛隊の中ではそういった区分や呼称は廃止されているが、かつては、主力戦闘機とそれを補完する支援戦闘機という分類が存在し、主力は、アメリカからの輸入か、ライセンス生産で調達するのが通例だったそうです。そして、後者の支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が、通例となっていました。現行の F2 も当初は支援戦闘機だったので、この前提通り、アメリカの現ロッキード・マーチン社製造の F-16 ファイティング・ファルコンを土台として開発されたものでした。F2 戦闘機の開発に関しても、日本国内では、自国での単独開発を主張する意見がありました。しかし、日本は、太平洋戦争後に航空機開発をアメリカをはじめとする連合国の意向によって禁止されていました。
つまり、機関部の内製化は事実上不可能だったのです。そのため、F2 は F16 ファイティングファルコンを土台とし、その機関部は、現 IHI 社がライセンス生産で行う手法が取られたのですが、開発に際しては、日本側は、すべての技術をアメリカ側に開示しなければならないという義務がありました。それに引き換え、アメリカ側は、主要な部分を日本側には開示しないという、偏無的な契約だっただけでなく、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更を行おうとしても、その自由度がなく、ストレスのたまる運用を強いられたのです。わざわざ高い予算で購入したというのに、客の要求は無視だったということですね。そうした F2 開発経緯を踏まえて、日本側は、次回の戦闘機開発については、機関部の内製化を実現することを目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを実施したと言えましょう。IHI 社は、防衛装備庁からの依頼を受け、2010年に次期戦闘機用機関部となることを目指した XF91 エンジンの開発に着手、8年の歳月をかけて、2018年6月に試作機である1機を完成させ、それを納入しました。こうして納入された XF91 エンジンは、その後、2年ほどかけて各種性能テストが実施されました。結果としては具体例ですが、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トンの推力を発揮し、タービンの入り口周辺の温度1800度 C という優れた数値を記録したのです。また、今後の戦闘機の機関部として、ますます重要性が増してくるであろう発電能力に関しても、XF91 エンジンは 180kW を記録するなど、一定の水準をクリアしており、機体に搭載した状態でのテストではありませんが、大きな期待が寄せられるものになったのです。XF91 エンジンのサイズですが、最大部分の直径が約 1.0m、全長が約 4.8 メートルで、現行の F2 が搭載している、ゼネラルエレクトリック社製の F110 エンジンと同等の大きさですが、前述した推力は、F2 にラプターに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F119 に近いのです。このような限定的なテストによる、カタログ値ではありますが、XF91 エンジンは、一定以上の水準を満たすものとして、注目を集めました。さらに、2019年に千葉県の幕張メッセで開催されたマストアジア2019において水力変更ノズルも展示されました。この MAST アジア2019では展示された水力変更ノズルは XF91 エンジン用の XVN31 というモデルであり、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等でも採用されている形式の水力変更用の装置ということです。これらの水力変更用の装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させるためです。機関部からの排気の角度を調整して、推進方向をコントロールしようとする仕組みで、F22 ラプターでは、パドル式が採用されています。いわゆる第5世代と呼ばれる戦闘機は、機体本体の優れたステルス性能によって、敵の攻撃を回避することが想定されてはいますが、従来の戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には、こうした工夫も同時に備えられているのです。これまで述べてきたように、2019年に水力変更ノズルの XVN31 までが公開されるなど、XF91 エンジンの実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきたようですが、今後の GACP、グローバルエアーコンバットプログラムでは、これがどんな方向に進むのかは、決して予断を許さない状況です。
GACP においては、イギリスでは、ロールス・ロイス社が、機関部の開発を担うことになっていて、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握る可能性が高いそうです。これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンが推進してきたテンペスト計画でも、ロールス・ロイス社は、機関部の開発を行っています。その開発には難航していると聞こえてきますが、高級車で有名なこの企業は、実は、エンジン製造については、かなりの実績があるので、ノウハウなどでも、IHI 社を大きくしのいでいると思われます。ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、極めて短期間で、戦闘機の機関部の設計から製造までが可能になると自信を持っているようで、GACP で、その成果を提示することが予想されています。